日本群馬県、大田市スバル町スバル町は、群馬県大田市の地名。日本の重工業メーカー、スバルの群馬製作所本工場が立地する。居住者はなし。大田市の中心部、東武鉄道、大田駅の北東に位置する。南から西にかけて東本町、北は、熊野町、東に、東長岡町、南東に、新島町と接する。 面積は54.22ヘクタールである。スバル調整率のきっかけは2000年の新春懇談会の中で大田市長、清水正義が発案したことによる。市は、機関とする自動車産業の支援、PR や市民と企業との間で一体感を醸成することを目的として検討を重ね、会社側もこの動きにこう。 翌2001年度の大田市町名統制理事業で、市は2001年度予算に450万円ほどを費用として計上し、大田市東本町から富士重工業株式会社群馬製作所本工場の敷地を座る町として分離。先例としては、大発町や豊田町がある。市内には他にも、 スバルの工場や社宅などがあるが、スバル町として設定されたのは本工場の敷地のみで、ある。町内に駅はない。東武鉄道、大田駅が、最寄り、徒歩5分間。町域の外角を、国道、県道が走っている。スバル群馬製作所本工場の正門は、南側の県道2号に面している。工場内は張り巡らされた道路が各を結んでおり、東側部分には、 長縁のテストコースが設けられている。町内に高速道路はない。最寄りのインターチェンジは北関東自動車道大滝流インターチェンジである。かつて商店街として賑わいを見せていた本町通りは郊外に多くのロードサイド店舗が進出したことにより、衰退、シャッター通りと化しており、活性化に向けてチャレンジショップなどの試みがなされている。町域外角の道路が、 路線バスの運行ルートになっている。群馬製作所本工場は、群馬県大田市スバル町一の一にあるスバル自動車部門の工場である。個別郵便番号として373-8555が当てられている。敷地面積は58万5千平方メートルで、乗用車のレボーグやインプレッサ、XV、WRX、BRZ を生産している。 従業員数は4416人である。もともとは、スバルの前身である、航空機メーカー、中島飛行機の大田工場として、1934年に建設された。同社が創業以来使用していた旧大田工場が手狭になったため、新築移転したものである。1934年2月20日、飛行式を挙行。この場所は、 当時の日田郡大田町の東端にあたり、低地であったことから、日田金山及び、焼け山から採掘した土砂で埋め立てを行った。同年11月には、昭和天皇の行行が予定されていたことから、それに間に合わせるため昼夜特間工事を観光、同年11月1日の春行にこぎつけた。そして11月16日、工場を訪問した昭和天皇は、 中島地区平ら役員と面会、陸軍軍用機組み立て工場を視察。中島飛行機の名を日本全国に広める出来事となった。中島飛行機行行参考品展覧飛行機の形をした本館当時の大田工場は、大田本町通りに面した南側に、間口30軒の門を設け、その正面に本館を置き、その北側に十数棟の工場を並べていた。 敷地面積7万5千坪、従業員数2121人であった。現在もなお残る、本館は456坪の土地に、東西38軒、南北12軒、鉄筋コンクリート構造の3階建てで、1階は事務室及び応接室、2階は重役室及び武漢室、中央広間、3階は製図室となっていた。上空から見下ろしたとき、 ちょうど飛行機の形に見えるよう設計されている。1937年7月、大田工場は大田製作所と解消し、1938年には工場の拡張が一段落した。当初は陸、海両軍向けに軍用機を製作していたが、工場の拡張が限界を迎えたこと、製造現場の混乱を避けたいこともあり、小泉工場を新設。 1941年までに海軍機製作工程の分離を完了した。その後、戦局が悪化し1944年にアメリカ軍による中島飛行機武蔵製作所への空襲が開始され、大田製作所もまた1945年2月に4回の空襲にさらされた。工場の85%が破壊され、死者1 1人、重傷者36人、軽傷者16人、 飛行機324機が大破201機が中または昇破した。政府は同年3月2日航空機事業の国営に関する件を閣議決定し、大田製作所を第一軍事交渉として国有化同年4月1日に発足させた。しかし材料や人手の不足、水道や交通、通信といったインフラの破壊により、 工場の分散化や地下工場の建設、学徒勤労動員といった策を講じながらも大幅な減産を余儀なくされ、終戦から2日後の8月17日、軍事大臣から第一軍事交渉長官、中島清和宛に、終戦処理命令が通達された。接収された大田製作所には、同年10月9日に950人が進駐し、キャンプベンダーと命名。 本艦の損傷が少ないのはアメリカ軍が戦後の進駐先としての利用を見越し意図的に爆撃目標から外していたためである。終戦までに大田製作所において製作された飛行機は下記の通り。戦後のキャンプベンダー時代解体された中島飛行機は富士産業富士重工業として再出発しラビットスクーターや大衆車。 スバル360といったヒット作を世に送り出した。1958年7月、キャンプベンダーが日本に返還され、市や県の支援のもと、1960年8月に6億9千万円で、富士重工業に払い下げられた。富士重工業にとって、このタイミングでの工場の払い下げは、スバル360の量産体制を構築するにあたって、絶好の機会であった。 同年10月に完成した新工場はこの時、群馬製作所本工場と命名され、創業を開始した。1969年には矢島工場が、1983年には大泉工場が創業を開始。本工場では軽自動車を生産していたが、2012年2月29日をもって終了し、矢島工場と同様に登録者生産へと転換。 3月16日には、トヨタ自動車社長、豊田昭夫を招き、同社と共同開発した、スポーツカー BRZ のラインオフ式を挙行した。群馬製作所西本館建て替え西本館新館、完成後の旧館解体工事の様子完成した、西本館2001年度西が実施した、町名統制理事業では、本工場の敷地が、スバル町として成立。当時囁かれていた、 社名変更は2017年4月1日付で実施され株式会社スバルとなった。その翌日4月2日には本工場で社名変更式典を挙行。社長吉永康之や群馬県知事大沢正明元スキー選手でスバル社オーナーの小木原次春ら約400人が出席した。工場周辺の商店や住民からは 今回の社名変更を歓迎するとともに、今後への期待の声が寄せられた一方、慣れ親しんだ、富士の名が失われたことを寂しがる声も上がった。さらなる飛躍の矢先、同年10月以降に数々の不祥事が発覚。群馬製作所で行われてきた感染者検査における、無視覚検査や燃費、ハエガスブレーキ検査のデータ書き換えといった不正行為が明らかになり、 約53万台ものリコールへと発展した。このため工場での生産を一時減産し、検査工程の見直しや従業員教育の拡充など、再発防止への取り組みに当たることとなった。その後も2019年秋の台風19号や、新型コロナウイルス感染症の流行により、生産停止が相次ぎ大田市の法人税収に大きく影を落とした。ありがとうございます。